第十章エーランド島へあくる朝、ガンたちはとある小さな島へ飛んで行って食べ物を拾いましたそこでみんなは二三羽のハイイロガンに出会いましたハイイロガンたちはガンの姿を見ますとびっくりしましたなぜなら 自分たちの親類にあたるがんという鳥は陸地の上ばかりを飛ぶものだと思っていたのですからね繁いろがんたちはいろいろと尋ねましたそこでがんたちはきつねのズルスケに追い回されていることを残らず話しました話が終わると悪化のように年を取っていて そうに見える一話の灰色岩が言いました「ズルスケがスコーネから追い払われたのはあなた方にとってはとんだ災難でしたねやっこさんは必ず言葉どおりにラプランドまででもあなた方を追いかけていくでしょう」「もしも私だったら」 スモーランドをこえてきたへむかわないで A ランド島にまわりみちをしてやっこさんをまいちまうようにしますねあいつのめをごまかそうと思ったらあのしまのみなみはしに23にちとどまることですよあそこならたべものもたくさんありますしそれになかまもおおぜいますからねあそこへいって 後悔するようなことはまずないでしょうよ。これは確かに最もな忠告です。それでガンたちは言われたとおりにすることに決めました。腹ごしらえを十分にして早速エーランド島に向かって出発しました。ガンたちの中には今まで、 そこに行ったことのあるものはありませんでしたがハンイロガンたちが丁寧に道を教えてくれました何でもずんずん南に進んでいけばやがて大きな鳥の道に出るということですそれはブレイキンゲの海岸に沿ってずっと伸びているそうです冬の間大西洋の島々にいた たくさんの鳥たちがこれからフィンランドやロシアへ行こうとして今その道を飛んでいるのですそしてみんなは途中で一休みするために決まってエーランド島へ立ち寄るのだそうですだからエーランド島へ行く道はすぐにわかるという話でしたその日は 大変穏やかでまるで夏の日のように暖かでした。本当に海の旅をするのには申し分のないお天気でした。ただ一つ残念なのは空がすっかり晴れ渡っていないので灰色の薄着布を引いたようになっていることでした。あちらこちらには 大きな霧の雲が海の表まで垂れこめていて眺めをさえぎっていましたガたちが小さな島々から遠く離れますと海は鏡のように滑らかになりましたですからニルスが下を見下ろした時にはまるで海がどこかへ消えてしまったのではないかと思われました 自分の下にはもはや世界がなくなって周りにあるものはただ霧と空ばかりですニルスはひどくめまいがするのでガチョウの背中にしがみつきました今は初めて乗った時よりもずっと怖くてしかたがありませんなんだか無事に乗っていけそうもない気がします このあんばいではいまにおちてしまうにちがいありませんハンイロガンたちのいっていたおおきなとりのみちにでたときにはますますいけなくなりましたみればほんとうにとりのむれがいくつもいくつもおなじほうこうにとんでいますそのむれのなかにはかもハンイロガン ウ海ガラス海ミガモオナガガモアイサガモカイツブリミヤコドリウミマなどがいましたニルスはからだをのりだしてうみのあるはずのしたのほうをながめましたするとたくさんの鳥のむれがみずにうつってみえました ところがあたまがクラクラしているのでどうしてそんなふうにみえるのかよくわかりませんきっと鳥たちはみんなおなかをうえにむけてとんでいるのだろうとニルスはおもいこんでしまいましたなにしろいまはあたまがへんになってなにがなにやらさっぱりわからないものですからそれをみても そんなにびっくりはしませんでした。鳥たちはつかれきっていましたから、一刻も早く島につこうとあせっていました。叫び声をあげるものもなければ、冗談ひとつ言うものもありません。そのありさまのため、何もかもがこの世のものとは思われませんでした。 地球から飛び離れているとしたらどうだろうとニルスは独り言を言いました。天へ上っていくとしたらどうだろう。周りには木と鳥のほかには何も見えません。そのうちに天へ上っていくということもそんなに不思議なことではないような気がしてきました。 そして天へ行ったらどんなものが見られるだろうかと思いますとニルスはとってもたのしくなりましたそうおもったとたんにめまいはしなくなりましたそしていまじぶんはこのようはなれて天へのぼっていこうとしているのだとかんがえてたまらなくゆかいになりました そのとししのがまたんにとりたちはきゅうにざわめきたって「ガリウドだガリウドだ高くとびあがれ高くとびあがれ」くびがれとさけびました。 これでようやくニルスにも自分たちは相変わらず海の上を飛んでいて天井にいるのではないということがはっきりと分かりました海の上にはカリウドの大勢乗っている小舟がずっと並んでいてそこからダンダンと鉄砲を撃っているのが見えます さきをとんでいくとりのむれがそれにきづいたときにはもうおそくみるみるうちにくろいからだがいくつかうみのうえにおちていきましたいきのこったとりたちはおちていくとりのためにかなしいなきごえをあげましたニルスのこころはおそろしさとかなしさにはりさけそうでした りもありません。ついさっきまで自分は天国にいるものとばかりを思っていたのですからねがんの体調悪化はぜんそく力で空高く舞い上がりましたがんの群れもそのあとから力いっぱいの速さで続きましたこうしてがんたちは傷一つ受けないで 無事に逃げることができました。「ニルスは心から感心してアッカやユクシやモルテンみたいな鳥を撃とうなんてとんでもない話だ。人間どものすることは全くバカバカしい」と言いましたこうして再びニルスとガンの一行は静かな空を飛んでいきました。 あたりはまえのようにまたひっそりとしてきましたただつかれたとりたちはときり「すぐいけないんじゃないのたしかにこのみちかい」とさけびましたするといちばんさきをとんでいくとりたちは「このみちをまっすぐいけば A ランドとうだよ」と ノガモたちはつかれきってしまいましたそのときそばをウミガモがとおりすぎました「そんなにいそがないでくれよ」とノガモたちはウミガモにむかってさけびました「きみたちはわれわれがつくまでにたべものをみんなたべちまうきかい?」。 なにあそこにはたべものがたくさんあるからだいじょうぶさ」とうみがもたちはこたえましたところがぼつぼつエーランドとうがみえようというころまむかいからかるいかぜがふいてきましたそしてそれと一緒に白いっしょにしろいおおきなけむりのくものようなものが 黙々とやってきました。まるでどこかに火事でも起こっているようです鳥たちはこの渦を巻いている煙に気がつきますと心配になって飛んでいく力をはやめましたけれどもその煙のようなものはだんだん濃くなってきますそしてとうとうしまいには みんなをすっかりつつんでしまいましたでもけむりのようなにおいはしませんそしてくろくもかわいてもいずしろくてしめっていますそれでニルスは「ははあ、これはただのきりなんだな」とすぐにきがつきました 霧は一寸先も見えないくらいこくなってきました。とどうでしょう鳥たちはまるできでもちがったようになりましたいままではあんなにきちんと行儀よくとんでいたのにこんどはみんながみんなきりの中でふざけ始めたのです。かってきままにあっちへとんだりこっちへとんだりして。 互いに他の仲間を迷わそうというのです。おーい、気をつけろよ」と鳥たちは叫びます。君たちはおんなじところをぐるぐる回ってばかりいるじゃないか。それじゃあとてもエイランド島へは行かれっこないぜ。さあさあ、向きを変えたり変えたり。 どとうがどこにあるかはみんなちゃんとしっているのですがたがいになかまをまよわそうとしてやっきになっているのですあのおナがガモをみろよときりのなかからさけぶこえがきこえます北海のほうへぎゃくもどりしてるじゃないかおーいがんのしょくんきをつけたまえよ。 とまた違った方から誰かが叫びます。そんな方へ行くと流言へ行ってしまうぜ。もちろんこのあたりを旅慣れている鳥たちは間違った方向に誘い込まれるようなことはありませんが、困りきっているのはニルスの仲間のガンたちです。おどけものの鳥は。 癌たちが道に不安内な,なのを見てとりますと、さかんにがんたちを迷わせようとします。もし、がんさん、どこへいらっしゃるんです。と、一羽の白鳥が呼びかけながら、悪化のところへ近寄ってきました。いかにも同情深い、真面目な顔つきをしています。 エーランド島へ行こうと思っているんですが、初めてなものですから、とアッカは答えました。この白鳥なら、信頼してもいいだろうと思ったのです。そいつはいけませんよ、と白鳥は言いました。あなた方は間違った方向へ誘い込まれたんですね。この道を行けば、 ブレーキン出てしまいますよさあわたしといっしょにいらっしゃいみちあんないをしてあげましょうそれから白鳥はがんのいったいといっしょにとんでいきましたそしてほかのとりたちのさけびごえもきこえないほどとおくまでまちがったほうこうにひっぱっていってからとつぜんきりのなかに。 ガンたちはしばらくのあいだむちゃくちゃにとびまわったあげくやっとのことでほかの鳥たちをみつけましたするとこんどは1わのかもがちかづいてきました「あんたがたはきりがはれるまでみずのうえにおりてやすまれるほうがいいんじゃありませんか?」。 どうもあまりたびなれてはいらっしゃらないようだからこんないたずらものたちがもののみごとにあっかをまごつかせてしまいましたニルスがみているとがんたちはおなじところをながいことぐる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 まわっていますおーいきをつけたまえよきみらは。 上へ行ったり下へ行ったりしているだけじゃないか。と一羽のウミガモがそばを飛びすぎながら叫びましたニルスは思わず知らずガチョウの首玉にしっかりとしがみつきましたもうさっきからこんなことではなかろうかと心配していたのですもしもその時 遠くほうでズドンというにぶい大砲のおとがきこえなかったならいったいいつになってエーランド島へいけたことやらわかったものではありませんそのときアッカはくびをのばしつばさをちからよくうってぜんそくりょくでとんでいきましたいまこそいくべきところがわかったのです 赤はハンイロガンからエーランド島の南の端に降りてはいけないそこには大砲が据えつけてあって人間がそれを撃って霧を散らすのだと教わっていたのでしただから赤にはこれですっかり方角が分かったのですもうこうなれば誰にも迷わされるようなことはありません